皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは番外編、電子説を検証する。なぜ高橋貴子のセミナーやパーティーに出席すると予約が入ったり売り上げが上がるのかという、なんともコンサルタントにあるまじき不思議なお話をこれからちょっとしてみたいと思います。最初に言っておきますが、この話っていうのは私のセミナーとパーティーがすごいからおいでよって言ってる話ではなくてですね、実際に参加した方から、大概セミナーとかパーティーが終わると予約がこういうふうに入ってきてます、売り上げが上がりましたとかいう報告をバサバサといただくんですね。で、その事情と内容をずっとここ数年検証しててですね、なぜなんだろう、なぜなんだろうっていうのを検証してて、思いついたというか法則というか、それが見えたので、それをお話をしてみようかなと思います。なので必ずしも私のセミナーとかに絶対に来ないとそうならないって言ってるのじゃなくて、気持ちの持ちようの部分でどうにかなる部分があるかなっていうふうに感じたことがあったので、その理論として体系化したものをですね、今日は番外編としてお伝えしたいというふうに思っています。で、冒頭で言いましたセミナー&パーティーっていうお話なんですけど、私はパン教室をやっていて、でその後、コンサルの方に移行してるわけなんですけれども、そのコンサルタントとして、活動をするために、パン教室はやっているわけなんですね。で、その間もいろいろと勉強したり何をしたりってやってる中の活動で、ウェブだけで別に私は集客してるわけじゃなくて、とりわけ人と会って、その会った人たちの生の声を聞くっていう機会、私はすごく大事にしていて、っていうかそれが、事業構築の生命線だと思ってるぐらい大事にしているんですよね。ということは、セミナーの回数は必然的に多くなるんですよ。で、そうだな、1年で128とかやった時期もありましたし、128ですよもう何日かにいっぺん、出張じゃない、ここで私の地元の本拠地の横浜でやってるやつも含めて、とにかく喋りまくって喋って、いろんな人と会って喋ってっていうのを繰り返して3年ぐらいあったんで、セミナー的には500以上セミナーをやっているんですね。で、それに加えて私のブランディングというか、冠の言葉が非常識っていう言葉になるので、普通のセミナーだとね、面白くないじゃないですか。で、その流れに沿った形で、セミナー中飲食お酒 OK とかにしている種類の、時の場合によりますけどね、セミナーとかもあったりとか、いろんなパフォーマンスっていうことで、最近ではサックスの演奏と、何か催し物とセミナーがくっついている大きめのセミナー&パーティーみたいな、出版記念パーティーがきっかけだったんですけどね、そういうものを、やっていってたりとかしてます。要は私の中ではセミナーもエンタメの一種で、全然そんなにすごくないけど、シルク・ド・ソレイユとか、ああいうイメージです。そのエンターテインメントを楽しみに来る感覚だから、セミナーを聞きに来てもらうっていう感覚よりも、体の中に楽しいとか嬉しいとか、よし頑張ろうっていう活力を落とし込んでもらいたくてやってるのが、私のセミナー、ちょっと変わってるんですけどね。で、そういうものになります。ですので、一番の目的はもちろん知識を落とし込んでもらいたいっていうのはあるんですが、ご本人が楽しんで前向きに人生を作っていくことができるっていうことを一番重視して私作ってるんですね。本当のがっつりビジネスセミナーではそこまで楽しくはできないですよ。例えばワードプレス構築講座とか言ったら、もう必死にパソコンを動かさないといけないから、そこにエンタメですとか言ってサックス吹いてとか、そういうことはできないで、セミナーの種類によっては違うんですが、主に報告が入ってくるのはセミナー&パーティーみたいな、そういういかにも楽しい風に作った方のセミナー
とかちょっと変わった種類のセミナーですね。そういうタイプのセミナーの時によく連絡が入ります。これはうちの私のクライアントさんから連絡入るっていうのもまあもちろんあるんですけれども、それ以外にも例えば初めてセミナーに出た人も、こんなセミナー初めてで楽しくてワクワクしましたとかで、なんかそのねセミナー中にも予約が入ったりとか、あと帰って3日続く人もいれば1週間とか2週間続く人もいるんですよ。その前にパタッと予約が止まっていたとしてもです。これはご本人も驚くから連絡くれるんですけどね、本当にねセミナーの最中に予約がポコポコ入る人も結構多いんですよ。でなんでだろうっていうのを考えていて、私の中で一つまあ科学的に、私は科学者でもないしスピリチュアリストでもないので、そこをちゃんと解説することはできないんですけど、うっすらなんとなく分かっていることがあります。それはおそらくなんですけど、あの引き寄せの法則と、あと人間の思念っていうのは思う念じるの思念なんですけどね、これがおそらく影響してるかなと思うんですね。じゃあちょっと解説していきますね。まあ、引き寄せの法則っていうのは引き寄せられてるんじゃなくて、今まで自分が見えなかったものが気がついちゃって意識したから見えるようになったから見えるようになってるっていうのが、まあ私は原則だと思ってるんですよ。だからその例えば旅行に行きたいとかいうふうに決めて、特に私の場合じゃあフランスに行きたいとか言うと、旅行代理店とかに行ったってフランスって書いてる文字だけがこうバンバンバンって目に入ってきますよね。それは頭がフランスを意識してフランスに行きたいと思うから、情報が本屋さんに行ってもフランスっていう本だけが目にパッパッと入ってきますよね。あれっていうのは意識をするから現実が見えるようになる。だから結果としてそれに必要な情報と行動ができるようになるから欲しい未来が手に入るようになるっていう、まあそういう感覚で私は捉えてるんですよね、引き寄せの科学って。だからいいことも悪いことも引き寄せるのが引き寄せの科学っていう原則です。こうなっちゃうんじゃないか、もしかしてこんな風になるんじゃないか、あの人は私のこと嫌ってるんじゃないかと思えば、まあ大概そうなります。そういう思念がちゃんと届きますし、そういう現実ばっかり目につくようになるから、結果としてその現実が作られていくっていうことで、これは私自身も自分で実感した部分もあったし、私のクライアントさん相当の数見てますけど、もうこの法則は本当に当てはまるなっていう、 100% って言ってぐらい当てはまると思ってます。その人がそういうふうに考えるからそういうふうになる。要は物事の側面の見方が不幸を不幸として捉えるから不幸になるっていう感覚、事象は一緒なんですよ。それを、悪いことは確かに幸福って捉えられないのかもしれないけれども、不幸に捉えるか幸福に捉えるかで人生の生き方と楽しさが変わってくるじゃないですか。だから思考癖は本当に直さないと不幸になるみたいな感覚はどうしてもあったりするなっていうのは感じてるんですね。でそのまあセミナーの話に戻るんですけれども、私が楽しいセミナーを心がけてるっていうのは、楽しいっていう感覚は、まあ、アドネラリンが上がったり、要は自分も楽しいっていうワクワクするこう気分が向上しますよね。でそのオーラっていうのはやっぱ自分のこう周りにこうまとわりついているし、その気持ちで例えばブログを書くとか、まあ、こうやって動画を撮るとか発信をするっていうことは、そのオーラがそのまま届く可能性が高いですよね。そうするとそれに反応した人っていうのがまたこの先生に会いたいとか、あ行こうかなって思うっていう、まあそういう効果があるっていうイメージがあるんですよね。だから私はよく人と虫は明るいところに集まりたがるっていうことをうちのクライアントさんにもよく言ってるんですけど、暗いところより明るい方にやっぱ行きたいですよね、人ってね。もちろん暗いことを好む人いますよ。それとか暗い集団が出来上がっていくんで、私はそういうところは NG なんですけれども、暗いところじゃなくって明るいところに人は行きたがる。要はその人自身が明るいオーラと明るい波動を持っていれば、基本引き寄せられる人も明るい人だし、
楽しいと思うところに人は寄っていくから、まあ、人気教室と不人気教室っていうのも結局そういうことなんですよ。人気だからやっぱりワイワイしてるから行きたくなるわけですよね。なんで不人気教室から脱却するためには、まず自分自身が明るい状態を作らないと、あの人を寄せるような自分にまずなってないと無理っていうのがまず第一点あるんですけどね。ですからあのセミナー参加した後っていうんだったら明るい波動が出て人が来るかもしれないっていうのは予想できるじゃないですか。だって後だから。じゃあなぜセミナーの最中とかにあの泊まってた予約が入り始めたり、思いがけない人からいきなり予約が来たりとか問い合わせが来たりとか、いい知らせの仕事が入ったりとかっていう、そういう現象がなぜ起きるのかっていう、この領域になると私は今度は波動とか、それこそ思念ですね、思いと念じるっていうことを感じているんですね。でそれはどういうことかっていうと、あの思いって届く、これはだから信じられない人も聞かなくていいんですけど、思いって距離と空気を渡って届くって私思ってるんですよ。それは人間の不思議なメカニズムで説明しようがない部分もあるんですが、第六感とかってあるじゃないですか。あと虫の知らせとか、要は親しい人が亡くなる時にはそれが声が聞こえたりとか、大事なものが壊れたりとかね、それで知らせで分かるとか、何かあっていう瞬間でふっとその瞬間が見えるとかっていうのを聞いたことがある人もいると思います。あの私は別にそれは否定しないし、見えないものが見える人っていうのも別に否定しないし、そういう世界私自身は見えないですよ。あの霊的なものとか、あのこうオレンジのオーラがとか見えないけれども、あのなんだろう、まあ、無意識的に感じ取ってるものはあるかもしれないタイプの人ではあります。でまあ話戻りますよ。でその第六感っていうのがあるっていうのはどういうことかっていうと、遠くにいるものが思いとして伝わってるっていうことですよね。これっていうのは古来からある話なんですよ。まあ、たまによく私あの例で挙げますけれども、源氏物語とかご存知ですかね。源氏物語、あのまあ私もね、漫画しかちゃんと全編きちんと全編の古典で読んでないんだけど、漫画の朝日夢虫っていうので読んでて、あの全編一通り読んだ時に、まあ、六条の御息所っていう方がねいらっしゃって、源氏のことが好きすぎて、まあ、年上のプライドとかもあって、そうそうベタベタすることもできないけど、もう本当に執着執着して大好きで、で、奥さんだった人を妬ましくて恨ましくて生き霊になって呪い殺しちゃうっていう、まあ、人がいたんですけどね。その生き霊っていうのに近いイメージです。まあ、生き霊っていうとちょっとこう怖いし、あまりよろしくない、要は執着から生まれるものが自分の体から魂が抜け出て、その人にまあ悪いことしに行ったりとか復讐を果たしに行ったりとかっていう、まあそういう内容なんで、まあここら辺は若干理解しがたい人っているのかもしれないけど、生き霊みたいなそういったものっていうのは思いが伝わってるっていうことなんですよね。で思いっていうのは私波動となってやっぱり伝わるかなっていうのをすごい感じていて、もう一つ例を挙げると、だから強い思いが起こるシーンなんですね。あの彼氏と付き合ってる、恋人と付き合ってるとかあるとするじゃないですか。でその時に相手の人が自分のことを思ってくれない、仕事が忙しいって私のことを構ってくれない、他の人と遊んでんじゃないかとかっていう風に疑い深い性格の人っていうのは、その疑う波動っていうのをねきちんと相手に届けてるんですよ。そうするとどうなるかっていうと、その波動をね相手の男性ってちゃんと受け取ってて、なんかこの人に会うの重たいな、なんか疲れるなっていうと、まあ人と虫は明るいところに寄ってくんで本当に浮気をします。他のところっていうか、まあそれが本気になるのかもしれないですけど、だって重たい人嫌じゃないですか。だから思念を送るっていうことは相手の心も縛ることになるし、それを感じる人はやっぱ逃げたいと思うので、結果として自分がそれを送れば送るほど相手って離れていっちゃう。でだからそういうふうに思わない状態を作っておくっていう、心の、まあ、平静を保つようなコントロールをしていくっていうことがあの必要になって、これ人間って不思議なもので、相手がそう思ってるだろうなってい う, こうオーラってなんかね感じちゃうんですよね。特に恋愛関係、男性そこ敏感です。
女の人が送ってる重たい思いっていうのをちゃんとね、受け取ってて逃げたいと思う感じに動くケースが多いです。で、私が使いたいのはその逆バージョンなんですよ。だから楽しい楽しい明るいオーラは、私こんなこと考えちゃったらワクワクする、わ、こんなレッスンしよう、こんなことしたらお客様喜ぶかもっていうのを思った瞬間から、その思念っていうのは届き始めるはずと私は考えているんですね。となるとどういうことかっていうと、例えばご無沙汰していた生徒さんとかで、あなたのことを少しばかりでも好きとか思っているような可能性が高い人に関しては、おそらくその波動をきちんと受け取ってるはずなんですよ。それで、あ、行こうとか思って申し込むから、セミナーの最中でも予約がボンボン入ってくるんですね。だからその相手のことを思って考えてあげようと思ういい思念も相手に届くし、妬ましいとか、なんでなのよっていう暗い思念もちゃんと届くので、思念製造工場であるご自身ですね、ご自身のマインドが整わないと、まあ、変な話、予約を遠ざけることにもなるし、新しい人が来るのを遠ざけることにもなるし、休眠会員を遠ざけることにもなるので、これ無自覚だから怖いんですよ。で、私のセミナーの場合には、私自身がもちろん直接会って皆さんに届けたいものっていうのは、明日への活力と勇気と、実際に生きていく力とか、まあ元気ですね、それを届けたいと思ってるから、当然それがダイレクトに注入されるわけで、だからものすごいセミナーとパーティーは私エネルギー使いますよ、ものすごく。だけど、そのエネルギーを使って放出しても倒れないレベルの自分を普段から作っていくようにする。だから楽しいことしかしないようにしているから、まあ、エネルギーチャージ満タンの状態で、セミナーとパーティーでバーッと全部放出するわけですよね。皆さんに吸い取られても負けないぐらいの量を持っとく必要があるんですよ、私。だから人数が多ければ多いほど体力の消耗はすごく激しいです。まあ、だからってわけじゃないんですけどね、大概セミナー&パーティーやると2次会3次会4次会とか行っちゃうんですけども、4次会記憶がほとんどないんですよ。だけど家の場合、都内だとね、家にちゃんと帰れてるんですよ。関西の場合大阪が多いんですけどね、ホテルにはなんとか帰ってます なんとか帰ってます。タクシーを2回乗り継いだことありますけどね、近いところで降ろされたはずなのに、ホテル帰れなくてもう一回タクシー乗ってもう一回帰ったっていう 残念な記憶ありますけど、まあ楽しいのでお酒飲むっていうのと、あとそれぐらい体力とエネルギーを使った後なんで、お酒がね、ものすごい回っちゃうんですよ。だから記憶をなくす状態になっていて、まあ生きてるんでいいんですけどね、まあそれは余談なんですけど、要はそういう状態です。だから思念とか思いっていうのは届くから、その予約とかが入ってくるっていうのは空気を伝播してるなというふうに思うんですね。あとね、最近もう一個ちょっと不思議なことを気づいたのが、水も多分波動って通じるんです。空気も振動があるでしょ。それと同時に水も波紋ってあるじゃないですか。例えば「あー」ってすごい近くで声出すと、水って波打って揺れますよね。あれに近いことが、私ちょっと面白いことが最近あって、川でね、私サックス練習するんです。川ですぐ後ろのうちに、後ろに鶴見川ってあるんですけど、でサックスっていうのは風の楽器って言われていて、リードって呼ばれるこう足で作ったヘラみたいなところが、まあこう空気が口のとこで入る時の、そのヘラがブルブル震えることで音を出す楽器なので、吹き方とか息の入れ方とか、まあ、その足リードの選び方とかで全然音が変わる、まあ、個性を出しやすい楽器だし、まあその分何て言うのかな、まあ自分の個性作っていくの大変なんですけど、まあ、個性が出やすい楽器なんですよ。それで風の楽器っていう言葉が私、まあ、気に入ってて好きなんですけど、まあ、振動させて音を出すわけですね。で、このベルって言われるこのサックスのここから音が出るんですけど、それもちろん空気を伝わるんですが、それがおそらく水の中にも伝わっていて、魚がですね、飛ぶんですよ 飛ぶのと回るのとあるんです。
だから面白いんですけど、私結構ノリがいい曲とかアップテンポのビートが効いた曲とか好きなんで、ルパン三世とか情熱大陸とかテキーラとか吹くんですけど、特にルパン三世と情熱大陸は結構速いんですよ、アップテンポのビートが。で、まあ、それ吹くじゃないですか、川に向かって。そうすると魚が跳ねるんですよ。それまで普通に多分泳いでるんですよ。で、私がそれをタタラタとか吹き始めると、魚がピョンピョンって、その一番速いとこね そうじゃないところとか、あと気持ちよく吹いてる時も飛ぶかな。タララ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 
で、バラードも吹きます私練習で。オーラリーとかアメージンググレースとか、あとジュピターか、ダララ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 とかね吹くんで、でも振動してます。そうすると魚たちは今度はですね、バラードの時にはぐるぐるこうゆっくり回るんですよ、円を描いて。まあそうじゃない時もあるんですけど、でもね跳ねるのはねビートが高い曲の時に魚がピョンってピョンって跳ねるんですよ。本当に飛ぶようじゃないですよ、いるのだけど30センチぐらい跳ねるんですよ。で吹き始めると魚が少しわらわら寄ってくる感があります。なんかそこら辺がざわざわするんですよ、川が。だから魚もそういうものが好きなのかもしれないとか思うと、その思念とか音とか波動っていうのは、まあ、音もねそうなんですけど伝わるんですよね、空気とか水とか。だからおそらくそういった思いっていうものもちゃんと空気の中で変換されて伝わっていくんじゃないかなっていうのが私の思っている、まあ、現象です。ですからまとめると、私のセミナーとパーティーとかに来ると、まあ、なぜ予約が入りやすいのか、売り上げが上がりやすいのかっていうと、その人がそういうマインドに変わってってるので、出しているオーラがそっちの方のオーラに変わってるから引き寄せられる人が引き寄せられてるっていう、まあそういう現象なんじゃないかなと思われてるので、必ずしも、まあ、私のセミナーとかに出なくてもいいんですけど、まあ、自分がそういうふうに思い、そういう状態の自分を作っていくっていうことをしていくことが、まあ、うまくいくというか、予約が入っていく鍵、ノウハウは大事なんですけど、ノウハウ以前の問題ですね。だからそれが整ってないのに、いくら、SNS でじゃあ何文字で何人友達集めてとかっていうことを頑張っても難しいのは、多分ベーシックになる基礎の部分のマインドが整ってないからなんじゃないのかなっていうふうに考えて検証してみたということです。これがつい最近とかじゃなくてですね、もう2年3年くらい前からみんなに言われているのを、いよいよ本気で検証してみようかなと思って検証した結果、思い当たった事象になりますので、ご自身で自分のセルフメンテナンスをすることができれば、多分似たような状態を作ることはできるかなと思ってます。まあ、あと同時に、まあ、たまにはねそういうエネルギーの注入が必要だなというふうに思うのであれば、まあ、実際に私のセミナーとかパーティーに遊びに来てもらって、そういったものを感じていただくっていう機会を持ってもらってもいいんじゃないのかなというふうに思いますので、ぜひご参考にしてみてください。それでは。